どうもこんにちは。今回の舞姫大学特別講義は、まあ、成功の定義についてね、久しぶりに話していこうかと思います。まあ成功とかね、失敗とか、成功の定義は人それぞれあるわけなんですけども、この人それぞれっていうのがね、厄介なんですよね。まあ、というのがね、人それぞれなら、じゃあ自分の成功の定義を持っていますかっていうところが成功できるかどうかのね、違いになるんではないかなと思いますね。まああの人から見て 自分が成功してるのかどうか、それはあんまり関係なくって、私が思うところ、自分の設定した成功に、その成功の条件にたどり着くかどうか、たどり着けるかどうかってことがすごく大事なんじゃないかなと思います。まあ、例えばね、私の一つの例として、成功例といえばですね、えー、一つ目はね、経済的な自由があること。まあ、これは別にね、億万長者になれってわけではないんですけども、自分の暮らしている暮らしの中で、 まあ、収入と支払いのバランスが無理なく保っていていて、うん、支払いに追われるようなことになっていなければ、まあ、いいのかなというところですよねで2つ目がいくらお金を稼いでも時間的な自由がなかったら意味がないんで2つ目は時間の自由ですよね1日のうちどのくらいが自分の自由な時間なのか例えば24時間中23時間ぐらいが自由だったらこれはまあ成功の条件を満たしていると言ってもいいのかなと思います2つ目は時間の自由ですね で、三つはですね、やっぱりこう、組織に属していないってことなのかなと思います。まあなんかね、私の友人のね、小野沢さんって方は、どっか福岡どっかの会社にね、就職したんじゃないかなと思いましたけども、なんかどうもそうでもないみたいでね、相変わらずフリーであの、自由にやってるのかなと思いますけども、組織に属しちゃうと、組織のルールで動かないといけないところが、 出てきますんで、それはちょっと自由から離れるのかなと思いますんで、私はね、やっぱりどんな時でも、瞬間的にどっかの組織とプロジェクトを組むところがあっても、基本的には、あの、一人で活動することが成功の条件なのかなと思いますよね。その以上三つに加えて四つ目は、やっぱバッシングを受けてないってことですか。まあ、社会的な批判を浴びてると、いろんなところでやりにくくなって、結局自由が制限されちゃいますので、それはまあね、うん。 成功の条件を書いてるかなと言えますねですんで私はね4つ今お話した4つを満たした時に成功した瞬間というふうに捉えてますお金の自由時間の自由組織に属してなくってそしてバッシングを浴びてないとこの4つが揃った時に私はね私は成功だなと思いますけれどもこの物差しを持っていろんな人を評価するってことはありません やっぱりね、自分なりの成功の基準ってあると思いますし会社に属していてそこである程度の出世をすることが成功というならそれも一つのモデルでしょうし人によってはね有名大学に希望してそこを受験して成功することが まさに成功だということもありますよね。でもそうなってくると、そこの大学に受験したら、あの受験に失敗したら失敗なのかっていうことになっちゃいますんでね。まあ、失敗した時には成功の条件を修正するってことでもよろしいかと思いますし、成功したら下でね、そこから見える新たな、新たなる成功の条件を設定するってことで、まあ、常にこうね、追っかけこで終わりがないっていうことなのかなと思いますけども、皆さんはどのようにお感じになっているでしょうかね。はい、それでは。 あとはねアカウント制限もあと1日くらいなんでもうちょっとだなと思うところでございます、えー、昨日はね YouTube の方で通信制限があってあまり YouTube がアップロードできませんでしたけどもまあ、いろんなことが足かせ手枷になって行動を制限するそういうのはねどれだけ自由になってもたまに訪れるもんですねはいそれでは本日は以上ですお疲れ様です